Yeah! 時刻は午後5時を回りました。FM ギノワンサザンブリーズ月曜日担当のゆらみのせいきです。さあ、今日は皆さんに一つ残念なお知らせがございます。というのも、今日、この生放送は、ギノワン市、キウナにあります FM ギノワンのスタジオからという形になってしまっているんです。いやいつもはですね、トロピカルビーチにあるサテライトスタジオで、広く、青く、そして綺麗な海を眺めながらの1時間、僕も1週間のうちに楽しみな時間の一つだったんですが、まあ今日は天気も悪いということで、こちらのスタジオからお送りしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。もういいっすか？もういいっすか？こういうノリで行こうっていう決めたのも僕自身なんですけどね。なかなか厳しいものはあります。やっぱ普段喋り慣れてないとダメっすわ。こういうちょっとあれは無理ですわ。いや、海にいるときは、それはなんつうかビーチにいらっしゃる皆さんもいるんで、それはもうあれっすわ。サンセット DJ 的に、はい、はい、みんな元気かいみたいな感じでやりますけど。今日スタジオっすからね。まあだからそんな気合い入れる必要もないかなとも思ってるんです。一応ね。まあだからそんなこんなで今日も皆さんにはたっぷりと、この僕の気持ちを表しているような、もうなんかこうズーンとなるような楽曲もたっぷりお届けしますよ、この後は。だけどそれにしても今日天気あんま良くないですね。まあ雨こそ降ってないですけど、なんかどんより雲が薄く広がっているような、そんな天気が続いておりますけれどもね、後ほど天気予報、そして交通状況などなどもお伝えしながら、夕方6時まで1時間生放送でお送りします。はい。ここでなんかこう、行くんじゃないばみたいなのはある、自分の中にも一応あるのはあるんですよ。ありますけれども。まあまあ、のんびりやりたいもんですよ。そういえば日曜日、舞台見てきたんすよ。久しぶりですね。前にこの FM ギノワンの別の番組、僕がちょっと担当させてもらってる昼からイブニングっていう水曜日の番組あるんですけど、そこにこの間ゲストで来ていただいた西浦俊久さんが、やっております、リバースザワールド。その第10回記念公演の、心の花という舞台を、昨日日曜日、24日の日曜日ですね、西原町にあります沢藤未来ホールというところで見てきたんですけど、よかったですね。まあ、今回その舞台のテーマ、お話のテーマが認知症ということで、まあ若年性認知症によるそういったお母さんと娘の物語だったんですが、いやーなんかやっぱり心に訴えるものがありましたね。まあその認知症という重いテーマの中でですね、やっぱりまあ少し笑いもあり、もそしてもちろん感動涙もありというような2時間弱の舞台だったんですけれども、やっぱりその舞台の演技の皆さんにこう引き込まれるようにして食い入って見てしまいましたけれども、やっぱり考えさせれるものがありましたね。まあ本当に身近なお話ではありますけれどもね、こういったまた舞台をこう行うことでよりなんていうか、周知されると言いますか、皆さんの意識が変わってくる、そういった作品だったんじゃないかなと思います。さあ、そんな今日はですね、そういったいろいろ先週に向けて、かけていろんなことがありましたよっていう話もやりながら1時間お送りしていきますね。一応ここでカッコつけとくべきなんかな。いや、それでは FM ギノワンサザンブリーズ、この後夕方6時までお付き合いよろしくだぜ。いえ、今日も皆さんの心にポップなチューンをお届けしましょう。ヒロシフィーチャリングキーボーで3年目の浮気 3 years of the infidelity。
お送りしたのは、ヒロシフィーチャリングキーボーで3年目の浮気。3 years of infidelity でした。サザンブリーズ、この番組は、FM ギノワン、キウナのスタジオからこの後夕方6時まで1時間生放送でお送りします。僕この T シャツ週1で絶対つけますからね。洋服ないんですよね。今年全然買ってないんですよ。でも今さら半袖買ってもなーって思うんだよなー。あ、ニコラスケージって言われますよ、よく。多分ハゲてるからでしょうね。あー、何があったっけなぁ、今週。改めましてこんにちは、サザンブリーズ月曜日担当のイラミナセイキです。いやー、オープニングふざけすぎましたかね。3年目の浮気、3 years of ぬがらひがら言ってましたよね。さすがに日本全国こうやってラジオでおしゃべりされる方が何千人いらっしゃるか何万人いらっしゃるか分かりませんけれども、ヒロシフューチャリングキーボーっていうの僕ぐらいじゃないですかね。これちょっと使ってみようかな、今後いろんな意味で。したらちょっとはかっこいいジラーもできるんかなとか思ってるんですけどね。多分勘違いでしょうね。わかりませんけど。さあ、サザンブリーズ、この番組はギノワン市、トロピカルビーチにある FM ギノワンのサテライトスタジオから通常は生放送でお送りしておりますが、今日はお天気の関係で少し曇り空ということもありまして、ギノワン市キウナにあります、FM ギノワンのスタジオからこの後夕方6時まで生放送でお送りいたします。番組では皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしてます。メールでの参加の方は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。失礼しました。また FM ギノワンの番組はインターネットからでもお楽しみいただけます。 FM ギノワンのホームページからツイキャスにてご参加くださいね。今日はスタジオからですから、ユーストリーム等々でもご覧いただけると思います。そちらでもコメントメッセージたっぷりお待ちしております。ということで早速コメントの方もたくさん、いただいておりますのでご紹介してまいりましょう。今日も皆さん、こんな夕方の忙しい時間にありがとうございます。まずは沖縄モンチッチさん、ありがとうございます。サボさんもルドルフさんもテントさんもですね、いらしていただいているようでございますけれども、どうですか皆さんのところは今お天気どうでしょうか。まあ、僕は今日一日うろうろしてた中では雨は落ちてない気がするんですけどね。ただやっぱ一日通してちょっと雲の多いパッとしない
天気だなという印象ではありますけれども、まあ、ビーチの方はどうなんでしょうね。少し秋の涼しい風が吹いているのかなという気もしますけれども、だんだんこの毎週月曜日にそのトロピカルビーチのスタジオからやってると、なんとなくですけど人が少なくなってきてるのはわかるんですよね。なんかまあ夏休みもそろそろ終わりに差し掛かって、ビーチでゆっくりバーベキューっていう時間もなかなか皆さん取りづらくなってきてるのかな。そしてちょっと肌寒くなってるのかなというような感じはしますけれどもね。まあそうなるといよいよもう夏も終わりだなというふうに感じちゃいますけれども、まだまだ粘りたいところですね。日中はでもそれでも車に乗ってたらクーラーもかけるし、ちょっと太陽が顔を出すと汗もかくんですけどね。少しちょっと寂しい季節になってきたなというところですね。さあ、そしてエルドルフさんからは大阪は秋晴れですよということでいただいておりますね。本土の方はだいぶ気温も涼しくなってきて、東京でも20度ぐらいでしたっけ。なんか先週そういったニュースも出てましたよね。もうちょっと沖縄らしい暑い日が続くと嬉しいんですが、まあ10月もね、沖縄はお祭りイベント等々たくさんありますし、今週の末ですか、9月の30日ですか、宜野湾市では羽衣祭りが開催されますし、まあそのあたりもまた FM 宜野湾も絡んで特別番組を会場からたっぷり、お送りするという企画もございますしね。そういった意味ではまだまだお祭り夏を楽しみたいところではございますが、まあそういえばですね、舞台もいろいろ見てきたんですけれども、皆さんお昼ご飯って普段何食べてます？まあご職業によっていろいろ違ってくると思うんですけど、例えばデスクワークまたは現場でこう汗を流されている方々はお弁当とか多いですよね。あとちょっとお昼にそういった食堂でご飯を食べに行くとか、あとはダイエットのためにお昼は我慢してますという方もいらっしゃるかもわかりませんけども、僕もお昼ご飯っていうのはあんまりこうお店に入って食べないんですよ。で、食べるとしたら、お弁当屋さん寄って弁当買って車で食べたり、次の現場の前で食べたりとか、いろいろそういうのが多くて、お店に入ってご飯食べる、お昼ご飯を食べるっていうのはそんなに1週間の中でも1日あるかないかぐらいのもんなんですよ。で、ところがこの間どうしても蕎麦が食べたくなりまして。で、沖縄蕎麦ですね。で、与那原にある与那原屋蕎麦っていうところにもう何年かぶりに行ったんですよ。いや、美味しかったですね。結構有名なお店で、与那原とかそういった南部付近、西原とか、中城、あの辺りにいらっしゃる方はよく行かれてると思うんですけども、その与那原屋蕎麦ってもうどのぐらいでしょうね。できて随分経つんですが、そこにね、3年か4年ぶりぐらいに行ったんですよ。で、あそこって結構その、観光雑誌とかにも載ってるもんですから、まあ観光でいらっしゃった方々が、大勢も団体でダーンと入ったりとか、まあもちろん地元の方も出入りするような昔ながらのお蕎麦屋さんで、店内も随分広いんですけど、そこにこう一人でほっと行ったらですね、もう久しぶりにこのスタンダードな沖縄蕎麦を食べて、ちょっとね、美味しくてですね、なんかまた蕎麦にはまっちゃいそうな気がするんですよね。で、なんとなくですけど、こう、お昼何食べる？蕎麦食べる？みたいな、そういうのが当たり前の会話の中である中で、蕎麦って随分久しく僕食べてなかったなと思ってですね。非常に美味しかったですね。で、いつもっていうか若い時は、蕎麦だけ頼んでも足りないから、それにジューシーだったり、そのトッピングをいろいろ稲荷だったりね、そういったのを頼んでたんですけど、やっぱこの年になったらもう蕎麦一杯だけで随分お腹いっぱいになっちゃいましたよね。で、驚くことに、そのお店に来てるお客さんが、一人で入っても、なんていうんですかね、相席みたいな感じになるんですよ。あの店って。っていうのが広いカウンター席があって、まあ真ん中にちょっと水槽とかが置いてあるんですけど、そこに座れば、まあ隣、そのまた向かい側にも同じように人がそれぞれ座るみたいな、相席みたいなスタイルの席に座ったんですけど、そこ見てたらですね、もうおじいおばあとかも結構多いんですよ。お年寄りの先輩方が。で、何食べんのかなと思って数ミリしてたら、もうみんながみんな早期船から何からもうむしゃぶりついてるんですよね。やっぱ元気の秘訣ってそういった食になるのかなと思ってですね、やっぱり弁当ばっかり食ってるのもなと思って、ちょっと反省したところなんですけど、まあお弁当も十分美味しいんですけどね。
さあ今日はですね、そんな皆さんのお昼に関する事情なんかも、今日何食べましたみたいなね、そういったメッセージなんかもお持ちしながら、1時間ダラダラとおしゃべりと、そして音楽お送りしながら、お送りしたいと思います。はい。なんかいつもと勝手が違いますからね。海で喋れば海の様子なんかもお伝えできるんですけれども、スタジオですからね、あんまり外も見えないし、っていう感じですね。はい。さあ、それではここで一曲、ご紹介してまいりましょう。どうしようかな、ふざけようかな、ふざけて紹介しようかな。お送りします、山下達郎でドリーミングガール。ベラベラ喋った割には大した話ないっすね。さあ皆さんありがとうございます。モンチッチさんのリクエストはね、後で別の曲をちょっとかけたいと思います。何でしたっけリクエスト。コングラチュレーションズか、ちょっと探してみますね。そうですよね、せっかくスタジオにいるからね、ライブラリーもあることだし。いつもはね、僕個人用のパソコン、自分のパソコンを現場に持って行って曲とかかけてるんですよ。なもんですから、あんまり曲のレパートリーがないというか、そういう状況なんですね。ポストマローンのコングラチュレ、あ、これか。ちょっとありそうですね。フューチャリングクワーボ、クワーボ、クワーボ、これでいいのかな。あ、そうそう、サボさん、そうですよ。木造の三角屋根のお店でね、とってもそばの種類が多いんですよ。一時期、とんかつ乗ってるそばとか出してましたからね。今もあるのかな？ちょっとメニューに見えなかったですけど。正当局員の仕事の時は休憩がないので、ウィダーインゼリーです。お肉もできたか。そうか、大変ね、これも。
送りしたのは山下達郎でドリーミングガールでした。なんか番組の冒頭から秋っぽいね、秋っぽいねって言ってたんですけど、今年の夏は何気にこう夏らしいことやれたなーって自分なりには思ってるんですよ。一応海にも何回か行きましたし、バーベキューもやりましたし、まあ一回だけね。まあそれでも去年できなかったことを考えると、なんとなく夏は遊べたなーっていう気がするんです。ただね、一個だけやりたいなと思っててできなかったことあって、釣り、うん、別の番組とかでいろいろ喋ってると、いや釣り行ってきましたよとか、こんな釣りの大会があるんですよみたいなお話をリスナーさんが送ってくれたりして、いや釣りって自分あんまやったことないよねとかって言ってたんですけど、なんか今年は釣り一回ぐらい行きたいなと思ってたんですけど、まあ行けずじまいっていう、まあ夏だから釣りだっつう話ではないかもわかりませんけど、まあなんとなくね、海絡みで行くとですよ、行きたかったなと思うんですよ。うん、一応釣りって全然やったことないわけじゃなくて、中学生の時に500円ぐらいの釣り竿のセットを担いで友達と自転車乗って海行ったりとか、あとは親父と一緒に海行ってなんか釣りやってみたりとか、磯釣りっていうんですか、ああいうのぐらいはやったことあるんですけど、多分皆さんがこうおっしゃってる本格的な釣りみたいなのはやったことなくて、沖釣りとかも全然行ったことなくて、やってみたいなとは思ってたんですけどね。釣りって難しいですよね。多分詳しい方からしたら、こいつ釣りのこと何も分かってないなと思われるかも分かりませんけど、あれでしょ、糸に重りと餌つけてみたいな感じでしょ。え、何、重りと針と餌か。でまた仕掛けの種類とかもいろいろあるんでしょ。まあなんか来れば来るほど奥が深い、そういった趣味かななんて思ったりもするんですけど、釣り竿なんかも一本何万円とかするやつあるんでしょ。いやー、何に使うのよって話ですけどね。でまたもう本当に魚のことなんて僕全然詳しくないので、これがどういう魚で、あれが美味しい、これがどうのって言われてもよくわかんないんですけど、よくその居酒屋さんとかスーパーとかでもそうですけど、沖縄の魚つって魚が横顔でずっとザラ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 並んで名前が書いてあるポスターみたいなやつあるんじゃないですか。なんかああいうの見てると、あ、こんなの釣れんだねみたいな、なんとなくの知識はあるっすけど、釣りの知識は全くないっていう。ただそんな僕も何年か前にその友達と、じゃあ釣りでも行くかみたいなノリでその日になって、もう昔と変わらずその釣り具屋さん行って、一番出やしのこの安い釣り竿のセット買って、で餌って何がいいんかねみたいな話しながら、何、粘土みたいな餌あるでしょ、練り絵っていうの、あれをつけて買ってもじもじしてやってたんですけど、まあそんな思いつきで言っても釣れるはずもなくって感じなんですけどね。で挙句の果てにはこの針に餌をつけるやり方があんまりよくわからなくて、最初その練り絵みたいなオレンジ色のピンク色のなんかそういったなんか変な薄い色の若干匂いのある餌だったんですけど、それをちっちゃい針の先っちょにお団子状につけてポイポイやってたんですよ。もうなんならそれが重りになるんじゃないかと思ってポイポイやってたんですよ。ところがまあしばらくしてあげるたんびに全然もう餌ばっかなくなっちゃっててって感じでやってたんですけど、挙句の果てにはその練り絵、まあ粘土みたいなやつですから、ちょっとそれで魚の形にしてわかる？魚を餌で魚の形を作りまして、でそれを針に引っ掛けて餌でもありルアーでもあるっていう、なんかよくわかんない、これは画期的やんにとか言いながらそういうのずっとやってたんですけど、でもまあそれでもまあ全然釣れることもなく、なんだよとか言ってたんですよ。
そしたら、ちょうどね、その僕らがなんだよとか言って釣りやってた場所っていうのが、ちょうど海から川に入ってくる、なんていうの？ちょうど川と海の境目みたいなとこなんですよ。わかんねえな。なんつったらいいんだ、これ。川があって海があるでしょ？その境目らへんなんですよ。まあ言ったらもう、さっきから同じことしか言ってないけどよ。で、そこで、こっちでねえな、つって、ぽいぽいやってたんだけど、そしたらそこに多分地元のおじさんなんでしょうね。まあ、おさん来て、ニーニーなんか、全然釣れてないだろ、つって、言ってたんですけど、これツイキャスが切れたってことで、一回更新しましょうね。ラジオっぽくね。いけるぜ。こうやってこうもじ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 一人でやってんすよね。あ、ほんで、それで釣れねーっつってその川と海の間のとこでやってたら、地元のおじさんが来て、でニーニーなんか釣れてないだろって言うんすよ。で、あ、はいっつって、まあさっきから見てたけど全然盛り上がってる様子もないし、魚上がってるのも見えないからっつって、で、まあ、見してみって言うわけ。その僕らの仕掛けを何も見たって、そんな素人の仕掛けですから、大体その餌で魚作ってルアーとか言ってるぐらいですからで、それでやってて、おじさんがね、見かねたんでしょうね。なんかね、網、手で投げる網を持ってて、そのおじさんがね、ファッて一回サッてやったら、で網巻いてきたらすげえ魚取れるんですよ。それで網でもう釣り竿で釣ってんのアホらしくなるぐらい、もう釣れてないけど、でそれでパーってやって、ザーッと取った魚を、じゃあはい、大きいのから持っていけって言って、くれたんですよ。ほんで、その夜ですよ。で、ああ、やっぱり、ああやって、こう、地元の人は、釣り竿だけじゃなくて、こうやって網とかでガーッとかっさらっていくわけだな、つって、そんで、たくさん魚取れんだな、つって言ってて、じゃあせっかくその魚もらったんで、なんていう魚かわかんないけど、まあ、おじさんくれたぐらいだから食えんだろ、つって。食べれるだろうって言って、まあ、なんとなく鱗をこうシャッシャカシャッシャカって、大きさもね、どうだろうね、手のひらぐらい。この男性の手のひらぐらいの大きさの魚で、まあなんか身もありそうなんですよね。で、それでチャッチャカチャッチャカ鱗を落として、で、フライパンでジャーって揚げてたんですよ。で、そんで、まあそろそろいいのかなと思って食べたら、もうまずいのなんのって、びっくりした。多分ね、料理が悪いとかうんぬんじゃないんですよ。もう泥臭いの、もう何より。じじいふざけやがってと思ったけど、まあわかんないけどね、まあ、ちゃんとその、言わしたら、その泥を吐かせたり、内臓をちゃんと取ったりとかあったんでしょうけど、そんなもんわかんないからね、こっち。で、まあ、鱗だけ取って、内臓も取りましたけど、一応。いや、もうまずいのなんのって、もうびっくりしちゃって。ほんで、やっぱ、魚は買うもんだなって思いましたね、その時ね。だって言ったらその釣り竿だってさ、何百円とかするわけでしょ、餌だってさ。だから釣りやらない人はもう素直にスーパー行って刺身買って食った方がいいっつうことを学んだ夏でしたね。まあでもそんなことがありながらも、やっぱり何年かすると、あ、釣りも行ってみたいなとかやっぱり思っちゃうわけなんですよね。不思議なもんですね。さあ皆さんのですね、釣り事情に関するメッセージも、テーマコロコロ変わんなこいつお待ちしたいと思います。さあそれでは、ここで一曲ご紹介しましょう。ツイカスからモンチチさんからのリクエストですね。これ読めねえなー、なんていう人でしたっけ。ライブラリーにはあったんですけど、ちょっと待ってくださいよ。あー、いた。ポストマローンエクやっぱここはカッコつけて言うべきですよね、一応ね。はあ、わかりました。じゃあ、早速ご紹介したいと思いますね。はい。それじゃあ、ツイキャスより、モンチッチさんからいただきましたリクエストご紹介しましょう。ポストマロンで、コングラチュレーションズ。自信がないと声も小さくなるという。そうなんだ。
普段は美味しい魚でも当たり外れあるよって。ああ、まあまあそうだろうね。あれでしょ、脂が乗ってる乗ってないみたいな、そういう話でしょ、簡単に言うと。しかもちゃんと発音もできてないという、これでいいんかいと思ってますけど。もう大学生は今週ぐらいで夏休み終わりですかね。多分そうだよね。いいなぁ。皆さん、こう学生に戻るとしたらいつ戻りたい、いつに戻りたいですか。小学校、中学校、大学、高校。僕はどうでしょうね。小学校とか戻ってもいいかもな。さてさて、今何分ですか。35分、そろそろ改ざんしていきますか。じゃあもう自治体よ。そうだね、だからな、改ざんしようかなと思ったんだけどな。その代わり曲紹介めっちゃかっこつけてやりましょうね。あ、そうなの？あ、違う曲かけちゃったかな、俺もしかして。なんかもしかしたら違う歌が、人が歌ってるコングラチュレーションズかけちゃったかもしれない。間違ってたらどうしよう。書いてあるんだよな。ポストマローンでしょ。こんぐらい、あ、終わった。終わっちて。さあ、お送りしているこの番組は FM ギノワンよりサザンブリーズ、月曜日担当はイラミナセイキです。さあ、皆さんからもメッセージたくさんいただいておりますので、ここらでご紹介してまいりましょう。先ほどモンチさんからリクエストいただいたコングラチュレーションズですけれども、ちょっとなんか違う曲かけちゃった可能性があるみたいですね。もし間違ってたらすいません。まあ、また改めてね、ご紹介できればと思います。さあ、そしてサボさんからですね、魚は普段美味しい魚でも当たり外れあるよということでいただきましたけれども、先ほどの釣りの話ですね。なんかそうでしょうね。そうだろうなとは思いますけど、ただあんなちっちゃい小魚でも美味しい美味しくないっていうのもやっぱあるんですね。なんかこう脂が乗ってるとか、身が締まってるとか、いうのいろいろあるんでしょうけどね。なんかこの間テレビでやってましたけど、フグ？フグって毒あるじゃないですか。
なんとかっていう毒があるんですよね。ちょっと詳しくないですけど。で、その毒っていうのは、フグが、その、貝とか、うん、カニとか、エビとか、いろんなそういう奴らを食べることで、当初体には持ってないけど、なんか、どんどん溜まっていったやつが毒になるらしいんですよ。だから、養殖のフグっていうのは毒がないので、安全ですよ、みたいなのはなんとなく言ってたんですけど、ただ最近、その、なんなんでしょうね。この温暖化とかの影響つってたかな。このフグにもいろんなフグがいて、その、海が温暖化で暖かくなることで、いろんなところの今までいなかったフグが、こう、こっちで泳いだり、で、こっちで泳いでたフグがもうちょっと北の方で泳いでみたりとか、いろんな種類のフグが、こう、混在してて、そこで、フグのハイブリッド、まあ、混種ですよね。ザ、フで、なんか、フグの雑種みたいなやつが生まれて、なんかそういうやつが、体のどこに毒を持ってるのかわからないようなフグが最近いるらしいと。だからその天然のフグだっつって釣り上げたのいいけど、いつもみたいにその内臓に毒があるから内臓取れば OK とかいう話でもなくなってきてるらしいですよ。もしかするとそうなるとちょっとフグって天然のものはもう怖くて、食べれませんという話にもなってくるのかなっていう気がするんですけど。まあ、ただ、養殖のね、フグと天然のフグって、まあ、僕もフグなんて食べたことないですけど、まあ、多分そんなわかんないでしょ。わかりません。いや、全然違うよって言われるかもわかんないけど。だってマグロとかね、マグロ、カツオ、わかんないけど、そういうのも、あれでしょ、天然マグロとかなんとかマグロとか言ってるけど、養殖されてるものかもわかんないですもんね、魚ね。マグロの養殖ってないんだっけ、わかりませんけども。はい。まあ、そういったこともあるらしいですな。はい。魚のお話でしたね。あとは、シーサーさんからもそうですね、突然変異のフグも出てきてるんですね、ということで、いただきましたね。だから、まあ、いろいろ変わってきてるんでしょうね、そういうのもね。あ、ルドルフさんからは養殖も毒があったよなーっていうことでいただいてますけど、あ、そういうフグもいるかもわかんないね。その養殖のやり方によっては、エビとかカニとかそういった毒を作られるようなやつを餌としてあげてたら、毒が体の中に溜まるでしょうな。もうそんなもん、あれよね。そのさっきの俺が使ってた、ピンク、オレンジ、薄いやつあげろっつう話ですよね。わかりませんけど。うまいんじゃないの、その方が。だって、魚の餌ってね、昔、中学校の時に友達とチャリンコで釣り行ってた時は、ヤドカリとかを見つけて、ヤドカリ潰して餌にしてやってたんですよ。買っていった餌がなかった。まあ、でも、それでも買っていく餌っていうのもサンマよ、サンマ。スーパーとかで安いサンマ買って、それを、カッターナイフで細かく切って、それで釣りしてたんですよ。で、それがなくなったら、ヤドカリ見つけて、ヤドカリでやってたんですけど、そんなの食うより、魚もさ、なんていうの、人が作った、なんていうの、この、やつがいいよな。もう例えが出ないわ。練り絵が。多分、その方が絶対うまいし、匂いもするんでしょ？だから、それで釣ろうっていう腹だったんですけどね。結局、おじさんの網の一刀に負けて帰りましたけどもね。はい。さあ、どんどんメッセージもご紹介してまいりましょう。まあ、先ほどからリクエストの方もありますけれども、そうですね。まあ、さっきのお昼弁当の話ですね。モンチチさんからは、客室清掃のお仕事の時は休憩がないので、ウィダーインゼリーです。おにぎりも持ってきたけど、8月の後半になった時に腐ったことがあり、涼しくなるまではウィダーインゼリーにすることにと。はぁ。お忙しいんですね。普段仕事の時にそんなお昼だから、休みの日お昼外食すると食べ過ぎてお腹壊すこともあるんですよ、つうことですな。そうね。いつものこの食事のスタイルっていうのがちょっと崩れると、あれよね。なんかやっぱ、お腹壊したりしますよね。うん。だから暑い時ってその、冷たいもんが欲しくなって、コーラとか水とかさ、もうガブ飲みしてもうお腹も下す年に僕もなりましたけど、若い時なんてそんなの全然考えなかったんだけどね。最近冷たいのを飲むと一気に飲む、まあ一気につってもそのお茶コップ2杯ぐらい飲むとお腹が冷えてきたなっていうのが分かるようになってきたんですよ。やばいよね。
だからちょっと早く温まってくんないかなとか、また下しそうだなとかも思いますけどもね。だから最近そういった意味では、なんか薬ばっか飲んでますよ、僕も。うん。で、あんまりにも僕がその昼弁当つって、偏った食事ばっかりしてるもんですから、これいかんなと自分でも思って、野菜の何、なんていうの？もうこの一粒で、一粒ちゃうわ。もう、そのタブレットですよ。サプリメントっていうの？あれ買いましたよ。ちょっと高いやつ。パーフェクト野菜っていうの。で、それを1日4粒飲めば、もう1日のその野菜の栄養素はもう全然大丈夫ですっていうわけ。あ、だったらもう普段からもう野菜食わずに好きなもんばっか食って、まあ別に野菜も嫌いじゃないんですけど、もう弁当だろうが何だろうが食って、そのパーフェクト野菜の粒を4粒1日飲めば、もう僕はあれ無敵なんだと思ってるんです。一応それ続けてるんですよ。だけど、その野菜のその、なんていうの、サプリメントの粒の1個がデージでかいんですよ。だからもうこれ4粒飲むって、それ、だから一気に4粒飲んだら結構、もう喉詰まらすんじゃないかぐらいのやつなのよ。だからまあ2粒ずつぐらい飲んでるんですけど。だからもう最近は結構いい感じで、はい。体も元気、ビンビンでございます。はい。そして、ありがとうございます。青の軍団さんですね。ありがとうございます。コーラ飲んで下痢する？やばいやんに。俺も出ようや。っていうことでいただいてますね。ありがとうございます。そうですね。まあ、軍団さんもこうやってコーラで腹を下すお年頃になってきたんでしょうね。お大事に。はい、ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからのご意見、ご感想、リクエスト、メッセージお待ちしております。メールでの参加の方は、797@fmgino1.com。また、fmgino1 のホームページから、ツイキャス、ユーストリーム等々でもご覧いただけますので、そちらの方でも覗いてみてくださいね。続いては、このコーナー。時刻は5時45分を回りました。この時間は交通情報と天気予報をお伝えします。まずは渋滞状況から。国道58号線浦添市、ぐすくま交差点付近、北向け、南向け、上下線ともに渋滞が発生しております。そして宜野湾市内、大蛇名交差点から前原交差点向け、そちらの方で渋滞が発生している模様です。そして北向け茶谷町、国体道路入り口、そして茶谷交差点付近で渋滞が発生しています。さあ、続いて天気の様子をお伝えしましょう。まずは今日、25日月曜日、西の風のち南西の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルです。この後12時までの降水確率は 30% の予報です。さあ、そして明日火曜日26日、南西の風、後西の風、曇り、時々晴れ、ところにより明け方まで雷、波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。午前中、午後ともに降水確率は 20%、日中の最高気温は32度の予報です。さあ、週も明けて月曜日、夕方5時を回りまして、道路各地渋滞も始まってきているようですね。まあ、いつもよりも少し車の数が多いような気もしますけれども、まあ、皆さんこの後も安全運転でお願いしたいと思います。以上、この時間は交通情報と天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報ついでに、もう一つ情報ですね。国道58号線北行きですね。読谷村、親し入り口でいいんですかね。ちょっと読み方が間違ってたら大変失礼します。国道58号線北行き、読谷村内ですね。
一車線規制のために、渋滞が少し発生しているようですね。こちらは、そうですね、恩納村山田付近ですね、失礼しました。そちらの方で一車線規制が入っておるようです。さあ、北向けもですね、やっぱり車も多くなってくる時間帯ですからね。時間帯によって道路って本当変わりますよね。まあ、いつも同じ時間にこう行ったり帰ったりすると、なんとなくその渋滞状況もわかるんでしょうけれども。普段とちょっと違う道通るとね、ってなりますからね。ってなりますからねって。こんないい加減な言い方ないですけれども。はい。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージご紹介してまいりましょう。そうですね。親市で会ってるよっていうことでサボさんからいただきました。ありがとうございます。親市って言うんですね。まだまだ知らない地名たくさんありますね。まあ、今日覚えたいと思います。そしてシーサーさんからは、今日は改ざんタイムないのではということでいただいてますけれども。いや、改ざんがちょっとよく何を言ってるのかよくわかりませんけれどもね。はい、ありがとうございます。被害者の会とか書いてるし。はい、ありがとうございます。そうっすね。やっぱこうスタジオからやるといつもと雰囲気違ってきますよね。改ざんしたいなぁ。改ざん、もう言っちゃってるやし、俺。改ざんしたいなぁじゃねえよ。いやいや、もうメッセージをもう純粋にご紹介したいなっていうことですよ。いや、そんなもん、メッセージを改ざんするのは、そんなのはもうパーソナリティとしてあるまじき行為ですからね。はい。気をつけていきたいと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからのご参加。そういうのを期待されてるリスナーさんもいらっしゃるみたいですけども。いやいや、僕はもう僕のこのスタイルでもう真摯にこう向き合ってやりたいわけですからね。もう皆さんにこう情報をこうお伝えするという、そういった夕方の番組ですから。そういうのでやっぱもうふざけきれません。はい。ありがとうございます。さあ、メッセージもまだまだお待ちしてます。そろそろエンディングのコーナーでございますけれども、一旦コマーシャル行って参りたいと思います。やばい、言葉尻が DJ 今日おかしいっすね。喋れてんなぁ。全然真剣になってないですよ。さあ、お送りしてまいりましたサザンブリーズ、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。今週も、本日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。なんか癖で今週もとか言っちゃうね。さあ、皆さんにここでお知らせでございます。いよいよ今週の土曜日9月の30日に迫ってまいりました羽衣祭りでございますが、今年で第40回目を迎える記念の年となっております。さあ、 FM ギノワンでもですね、その羽衣祭りの会場から生中継で夕方5時から夜9時まで、何時間ですか、
4時間おお、生中継するみたいですよ。今回はそのピーチキャッスルと宮川珠子さんでしたっけ、吉本のお笑い勢からまた MC を迎えて4時間の生放送を会場からお送りします。まあ、会場の雰囲気ももちろんですけども、こういったあのお祭りのね楽しさ、そして FM 宜野湾の楽しさをお伝えできるような番組となっていますので、ぜひ9月の30日土曜日夕方5時にFM 宜野湾のツイキャス、そしてチャンネルを 79.7MHz に合わせてお楽しみいただければと思います。楽しみですね、こうやってお祭り会場から放送するっていうのもね。はい。さあ、そして、駆け足ではありますが、もう一つ宣伝でございます。那覇で、ジャズのイベントがございます。サウンドエムズ、ミュージックジャンクションアートライブアットエムズということで、こちらは9月の29日の金曜日ですね。ジャズが好きな方、日本、そして沖縄で活躍しているジャズの有名プレイヤーが集まって、ユニットをするということなんですよね。僕もぜひ行ってみたいんですけれども、はい。いろんなジャズのイベントって沖縄でもあると思いますけれども、多分本当に心からジャズ楽しめるイベントだと思います。ちょっとうまく僕も言えないですけれども、さあ詳しくは那覇市にありますサウンドエムズ、9月の29日金曜日夜の8時オープン、スタートは9時となっております。こちらですね。さあ、あっという間のお別れの時間ですけれども、1時間まあだらだら喋ってまいりましたけれども、やっぱりあれだな、こうビーチからやるのが楽しいかもしれないですね。勝手に誰も手振ってないのに僕も手振れるし、ここで手振ってもですよね。はい、皆さんからもメッセージたくさんいただいてますんで、最後までご紹介してまいりましょう。青の軍団さんからですね、いや今週もお疲れ様でした、いつもありがとうございますということでいただいてます。サボさんからもお疲れ様ということですね。そしてルドルフさんからもですね、関さんもお疲れ様、箱の祭りのお仕事はということですけども、僕は、その日はちょっとまた別の仕事が入っておりますので、残念でございますけれどもね。さあ今週も、1週間サザンブリーズ金曜日まで日替わりでパーソナリティが登場しますので、ぜひ明日からもお楽しみください。月曜日担当はイラミの関でした。また来週お会いしましょう。皆さんどうもありがとうございました。まあ、なんか乗らなかったな、まあ、いつもそんなこんな感じですけどね。さあこの後も FM 宜野湾でお楽しみください。それではまた来週です。あ、ここで止めれねえんだよ。